私はこの辺りの聖職者に安定的な供給をしています。品はその標本とでも言いましょうか。ですが彼らは知識を探求するあまり次々と危険なものを要求するのです。町の周囲にいるグールから無傷で心臓を取り出さなくてはなりません。この辺りの死人は特別でして、わずか数滴の血で再生するのです。自分で回収しに行きたいとこだけど、死人はともかくグールを相手にするのは苦手ですから、内密にやってくれれば報酬を約束しましょう。お見事です。最近聖職の方々はグールの心臓の研究に取りつかれているようで、まあ無理もないですが、敵を知ることは相手を倒すことへの第一歩ですものね。ここでは無理だ。騎士にちょっとしたコツを教えてもらう。聖府の光が癒してくれます。夫
のフェオドールが夜中に家を出て行きました。誰か女の人と話しているのが聞こえたわ。問いただそうとしたけど、二人は森の中にある奇妙な光に向かって逃げていきました。一晩経っても二人は戻っていません。夫を探さなければ。でも森は危険な場所です。一緒に来てくれませんか？エネルギーが少ない。
だ無理だ。エネルギーが必要だ。エネルギーが足りない。
嘘でしょ。いろんなものを見てきた。快楽、苦痛、もっと欲しい。フェオドール、どうして。もっとだ。お願い、夫を殺させた女を追って。もっと、もっと、もっと、もっと。フェオドールが私に惹かれたのは当然。そして彼の望みを与えたのだ。彼のちっぽけな魂は苦痛と快楽に引き裂かれて聖者で亡くなった。邪魔をするな。情けをかけたのに、そこで苦しみなさい。報酬なら彼の胸の探検をあげるわ。とにかく一人にして。
感謝してる。作業が必要ならまた。寒さに気をつけてください。